米男子プロゴルフツアーソニーオープン最終日、16日、米ハワイ州 YRICC イコール7044ヤード、パー70賞金総額750万ドル、約8億2500万円優勝135万ドル、約1億4900万円有観客開催。昨年4月のマスターズ王者、松山英樹、レクサスが2打、サニーで出て7バーディー。ボギーなしの63をマーク。通算23アンダーで、13年大会王者のラッセル・ヘンリー、米国と並んで、プレーオフに突入した。ビッグニュースなのに、松山選手なら特に驚かないのがすごい。すでにメジャー選手を証明してる。このまま、PGA ツアー優勝を2桁目指し、ますますファンを楽しませてほしいです。おめでとうございます。松山は、首位のヘンリーに2打差の単独2位でスタート。前半、松山は3バーディー、ボギーなしだったが、ヘンリーが絶好調。前半終了時点でその差は、なんと5打差に広がった。しかし、後半に入って、流れが、ガラリと変わった。松山は10番パー4、11番パー3で、連続バーディー。15番パー4をバーディーとし、1打差まで詰め寄った。1打差で迎えた最終18番パー5でバーディーを取り、ヘンリーはパー。ついに首位に並び、プレーオフに突入した。松山が勝つと、昨年10月の ZOZO チャンピオンシップに続く今季2勝目、米ツアー通算8勝目。プレーオフの2打目は鳥肌立った。すごいすごい。ヘンリーが松山くんの圧を受けながら、なんとかパーを拾いまくっていて、逃げられるかなと思ったけど、追いつかれてからのヘンリーには余力はなく、松山くんはまだまだキレキレだった。メジャー優勝者はレベルが違うんだなと痛感。素晴らしい勝ち方でした。65で回った小平聡は通算15アンダー12位、タイ67を記録したアマチュアの中島啓太、日体大3年は通算10アンダー単独41位で終えた。松山英樹、松山英樹1992年2月25日生まれ、松山市出身の29歳。4歳でゴルフを始めて、高知、明徳義塾校で全国優勝。東北福祉大賞2年だった11年11月に、日本ツアーでアマチュア初優勝。プロ転向した13年に、将棋王となり、同年秋から米ツアーに本格参戦して14年に初優勝。昨年4月のマスターズで、日本人男子史上初のメジャー制覇。日本ツアー8勝、米ツアー8勝。素晴らしい。優勝だもん。なんだか狙ったのごとく最終ホールで追いつき、プレーオフ1ホール目で圧巻の1打。こういう勝ち方は、全盛時のタイガー並みだね。こりゃマスターズ連覇も夢じゃないね。すごい、いいやすごすぎるよ松山くん。試合を観戦し、試合後に興奮して叫んだファン。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。ライクして下にコメントしてください。新しいビデオを見えるゾーンにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。